となるが、現代では21本のものが代表的である。弦の材質には、金属弦、剣士の弦、金属芯のナイロン弦などがある。右手の指にはめたギツメで弦を弾いて演奏する。層の角弦の下には、仮柱があり、これを左右に動かすことで音高を調節する。演奏者から遠い方が、音が低く、語音音階をなすように調弦される。 現代で、一般的な21弦の層で2長丁の場合は、下から DE F DE F D 1、e 1、DEFABDEFABD1E1、F1A1B1D2E2F2A2B2、e、D3 の4オクターブとなる。これ以外の音を出すときには、左手で仮柱の左側を押さえることで音高を一時的に変化させる。通常は、右手の親指、人差し指。 中指の三つに技巧をはめて弾く。柔らかい音を出すために技巧をつけない薬指や、左手の指で弾くこともあり、主に中、低音部に使われる。左指の使い方には、暗、ス水などがある。春秋戦国時代には箏、筆、クなどの発言楽器が存在した。このうち筆は、仮柱を持ち、層に似る。層は、 春秋戦国時代の旗に起源を持ち、そのため、旗草とも呼ばれた。李氏による、紀元前237年の上書の中に、真の音楽の特徴として、玉草が見える。草の起源については、旗の将軍である盲点が作ったという伝説がよく知られる。草という名称については、鳴らした時の、草草という音に由来するという。 東大以降の伝説として、25弦の質を兄弟で争い、二つに分けたのを、宋の起源とする伝説もあるが、これは、宋という名称を説明するために作られた、説話であろう。インドや、西アジア、メソポタミアから伝播したものが、中国風に改良されたとする説もある。宋は、中国国内の非常に広い範囲に分布し、河南省、山東省、 石膏省、広東省、内モンゴルなどのそれぞれに、独自の層が存在する。他の文化とともに、周辺の国々へと伝播し、日本のことモンゴルの宿が、ベトナムのダンチャイン、朝鮮のカヤごとなどの素形となった。日本には、8世紀に雅楽と共に伝わった。16本の金属源を持つ層中国の層は、年代を減るごとに改変が加えられてきた。 漢、芯では十二弦だったが、陶、宋では十三弦が主流になり、名、芯ではさらに十五点一六弦に増えた。近代では十八、二十一、二十五弦のものが演奏されるようになった。それ以上の本数の弦を持つ宋も作られたことがある。宋は、胃腸が難しい楽器であるため、その欠点を克服するために、上海音楽学院の何方線によって、 超式層という層が発明された。この層は左右対称に49弦を持ち、4オクターブのすべての半音を出すことができる。左半分は通常の21弦の層とほぼ同じ形をしている。弦の種類も元は絹の弦を使用していたが金属弦を使用するようになった。楽器の形も運搬の利便などの理由から大胆な小型化が図られている。 中国においてダイナミックな楽器の改変が行われた結果、古い時代に周辺諸国へ伝播し継承された楽器の方が古い形を残している場合がある。ありがとうございます。